3台のデバイスにも Bluetooth 接続できるんですねちちょんちょんん。はいどうもこんにちは木澤です、えー、今回もデジタルガジェットのレビューということで紹介をさせていただきます、えー、今回を演出するのはですね、えー、先日買ったこの iPad これのキーボード、えー、これについてねお話をさせてもらいます iPad Air 第3世代、えー、10.5インチの iPad Air を買ったんですがまあ、これ詳しくこの動画見ていただければと思うんですがキーボードも使ってみたいなというところで やっぱり iPadOS になってから、やっぱりパソコン的な使い方がね、かなりできるようになってますんで、ここはやっぱりキーボードと回すとき操作をしてみたいなということで、まずキーボードを選んでみました。ただ、スマートキーボードはですね、ちょっと高いんで、もう安めのもので Bluetooth で接続できるのがいいのかないのかなということで探してみました。ということで、今回はあまりお金をかけないということで選んでみました。で、選んだのがこちら。ロジクールさんの K380 という。 Bluetooth キーボーボドですこのキーボードね、何かいいかっていうと、これ、割と小さいんですね。これ、薄いんで、そのカバンにスッとも入りますし、あの割とね、しっかりしてるんですね。えっ、ー、とね、Amazon で3070円だったかな。<laughs> そんな感じで買えますので、えー、ぜひね、気軽に買えるんで、試してみていただければと思うんですが、えー、このキーボード、すごくいいのが、ブジクルさんの製品多いですね。この3つ、ボタンがあります。3台のデバイスなんで、Bluetooth 接続できるんですね。 で,選べるんですよ、切り替えられるんですですすから、例えば i p a d a i r にもつないでますし、Surface にもつないでるし、MacBook Pro にもつなげるとかね、そういう Bluetooth を持ってる機器であれば、製造ができますんで、ちょっとそういった切り替えて、しかもこのボタンで切り替えることができると、えー、いうことができますんで、ペアリングし直したりとかね、そんなことしなくてね、すごくこれは便利かなと思っています。このキーボード、3000円のキーボードって言うとね、安っぽいんじゃないって、もうそんなに高級感はないんですけども、実はですね、 意外とししっかりしてるんで、すよでこれもアイセレーションタイプのキーボードなんですけども、キーボードってもそんなにぐらつかないんですね。割とね、あのキータッチもしっかりしたキー入力ができるっていう感じになってます。で悪くないんですよ。すごくしっかりしてて。まあ,のある程度傾斜もつけてますね。 キーボーボドそれなりに打ちやすいですこれ実際本当、これ見ると普通にパソコンだなっていう感じがするんですが、キーボードにね、ファンクションキーがこういくつかあるんですけども、これ面白いのが、実際こう使っていてタッチしたりっていうことをするんですが、例えばアプリケーションなんか立ち上げます。こういった立ち上げます。でただ、この時にホーム画面に戻りたいって時に、いちいちこのボタンを押しに行くの。 ちょっと、ちょっとのところなんですけど、めんどくさいところあるんですね。ちょっと腕が疲れる、持ち上げなきゃいけないっていうところあります。キーボードの操作だけでできないかなっていうと、実はここにですね、ファンクションキー、ここにホームボタンがあります。これを押すと、戻ってくれます。これ意外と便利なんですね。で、さらに、このホームボタン、ダブルクリックします。ちょんちょんと。こんな感じで。 各画面にねこのサムネイル表示、各アプリケーションがサムネイル表示してくれます。こんな感じでアプリケーションの切り替えも簡単にできます。意外とキーボードも iOS 向けを意識してね作ってありますので違和感なく使えます。あとこのファンクションですね。音量の調整。音量の調整ですね。こうやって音量の調整もできますし。 何かね動画再生とか音楽再生してるときとかも再生とか停止とか早送りとかね、ここら辺の機能がファンクションキーに割り当てられています。意外とパソコンだとね、こういったキー使わないんですけども、iPad で使おうとすると、このキーがね、意外と、このファンクションキーの部分がですね、意外と重宝します。えー、とそしてこれが Bluetooth の切り替えですね。ランプで分かれ合ってます。1番、2番、3番ということで、これでね、3台の Bluetooth 赤器の切り替えができます。iPad 版のワードです Microsoft のワードですけど もうこうやってね文章が打てますんでこういった文章をたくさん打つ時にソフトウェアとキーボードとはまた違うことでねこういった実際のキーボード物理的キーボードがあるとやはり便利なんですよねまあそういうところでねこういったキーボードがあるというのは重要かなと思っていますまあそもそも iPad のそういう使い方をするのかっていうのもあるんですけどもこうねまあこんな感じで 防衛だからさととここうやってね文章を持つことができますはいそういうことで今回ですね iPad で使うキーボードロジクールの計3 8ル、お値段税込みでね3000円ちょっとで買えるというキーボードを紹介させてもらいましたあのこの先ねいろいろとこういろいろキーボードも試してみたいと思ってます、まあ、いずれはねあのスマートキーボードとかも試してみたいと思ってるんですがえまず お手軽で iPadOS を使いこなせでキーボード入力も使ってみたいという方はです。ねお勧めしたいと思いますお店とかでね、実際触ってみるといいかなと思っております。以上、今回は iPad 用キーボード、ロジクール、K38 0のお話をさせていただきました。こんな感じであのデジタルガジェットの話とか、Microsoft の製品や技術についてお話していきたいと思っておりますので、ぜひね、この動画見て、いいなと思ったら、いいね評価していただいて。 よかったらチャンネル登録もしていただきたいと思っておりますそういうことで今日はどうもありがとうございましたではまた